このお菓子もないの？ってなることあるよね。カールとかカールとかカールとか。カールはかなり騒がれた部類だろ。まあね、あと関西ではチーズ味は売ってたりね。今売られてるお菓子の中にはロングセラー品も多いが、生き残るロングセラーもあれば消える商品もあるわけだ。お、じゃあ今日は昭和のお菓子だね。消えた70年代の昭和のお菓子を紹介するぜ。なお、ごく一部に60年代後半発売の商品が含まれます。ご了承ください。一つ目は、ドンパッチだ。ネーミング的にあれだね。パチパチ弾けるタイプの飴。まさにその通りだぜ。ドンパッチは1979年に味の素フーズから発売されたキャンディだ。当時からしたら新感覚だったな。ワタパチとかはまだなかった頃ね。この弾ける感覚が楽しいから子供たちの間で受けたんだ。あの感覚は本当に唯一無二なのよ。美味しくて楽しいという子供心は静かに商品よね。弾けるワタ飴のワタパチや弾けるガムのガムパッチも、ドンパッチのヒットがきっかけで生まれたようなもんだぜ。そういえば、弾けるシリーズ今全然見ないわね。ドンパッチどころかワタパチとかも。ドンパッチが弾けるのは高圧の炭酸ガスが理由だ。炭酸ガスの力だったのか、あれ知らなかったわ。その刺激の強さからか大量に食べるとタヒヌという噂が流れてしまってな。まあそういう噂って結構あるあるだよね。製造元は5年の調査を行い安全性を訴えてきたが、2000年には製造中止になったんだ。マジか。風評被害にやられたのね。ま、平たく言えばそんなところだな。二つ目は、8分の5チップだぜ。チップということはポテチかな？ああ、ポテチだな。1979年発売のポテチだ。名前が面白いね。まさかの分数。由来にはいろいろな説があるな。諸説あるのね。より食べやすい工夫としてサイズを8分の5にしたからという説とか、発売元の SB 食品の SB と似ているからという説とか。サイズは実際どうだったの？細かい比率まではわからんが、実際一口サイズだったぜ。食べやすいサイズではあったんだね。だから生まれた説なのかな。SB 食品がお菓子というと今じゃ驚くかもな。確かに、香辛料のイメージだわ。三つ目は、チョコベイだ。まあ名前からして明らかにチョコ菓子だね。1972年に森永製菓が発売したチョコレート菓子だ。どういうタイプのやつ？棒状のヌガーをチョコで包んだタイプのやつだぜ。おお、好みが分かれるヌガーチョコだ。発売してしばらく後にベイシールという、おまけが同梱されたのが特徴だな。へえ、おまけもついてたのね。どういう絵柄だったんだろう。子供をユーモラスに描いた感じのイラストだったな。一時期はパッケージイラストもシールもミッキーとミニーだったが、まさかのディズニー。1974年からは鳥居和義がイラスト担当になって、1975年からは赤塚不二夫がイラストを手掛けたシールを追加して結構凝ってたぜ。え、赤塚不二夫シール欲しい。当時の子供が羨ましくなってきたわ。おまけは魅力的だし味もうまかったんだが、いかんせん、ヌガーは本当に好みが分かれるのが難点だな。難しいよね。ヌガーチョコを大ヒットさせて、ロングセラーにするのって。四つ目は、カールだ。チーズ味が基本という意味ではピックアップと兄弟感あるね。しかも販売終了時期も似てるし。発売は1968年7月25日メーカーは明治だな。カール美味しいよね。私かなり好き。当時のお菓子というと甘いものという認識だったんだが、ポップコーンの存在もあり小腹を満たすため、年中食べられるお菓子として発売されたんだ。つまりスナック菓子の走りでもあるのね。思ったよりお菓子業界にとって偉大な存在だったわ。発売当初は子供向けとしてチーズ、大人向けのチキンスープの2種類の味があったんだぜ。チキンスープ、美味しそう。その後も70年代にはカレーやバターミルクなど、様々な味が登場しては消えていき最終的にチーズが残ったんだ。やっぱりチーズ味が強かったか。どのスナックでも結構強いよね。そしてロングセラーで愛されてたが2017年に全国販売の終了が、突如として発表されたわけだぜ。今売られているのはどこの地域になるの？西日本のみだな。他から買うにはネットだな。どうして西日本限定にしたんだろう。単純に売上低迷が理由だな。え、売上低迷してたのか。ただ地域により売上には当然ばらつきがあるから、比較的売れ行きが好調だった西日本を残したということだ。西日本の方が強かったのね。5つ目は、ピックアップチーズ味。明治が1970年に発売したノンフライスナックだな。お、チーズ味のスナック、しかもノンフライいいわね。特徴は食感だな。どういう食感なの？エアリーな感じだ。下に乗せるとふわっと溶ける。
お、エアリーなやつか、格子状になってるやつね。味はチーズとコンソメの2種類でチーズが一番基本だ。コンソメも美味しそうだな。チーズ味は青い箱がトレードマークだ。なんか可愛い外装だね。フォントもポップで可愛いぜ。カラフルなのもいいわね。個人的にはこういう箱入りのスナックが減って悲しいぜ。確かにスナックのほとんどが袋だけだもんね。箱があると特別感あっていいわ。そんなピックアップだが2017年に販売終了になったぜ。思ったより長く売られてた、ロングセラーだったんだね。しかもカールの全国販売が終了すると発表された時期と、ほとんど同じという。カールショックの裏でショックを受けた人がいるわけか。6つ目は、森永自然シリーズだ。まさかのシリーズもの。代表的なのは小枝だな。お、小枝じゃん、私これ好き。自然シリーズ第1号が小枝だったんだ。1971年に高原の小枝を大切にという自然の大切さを訴える。テレビ CM とともに発売されたんだ。本当にそういうコンセプトなのね。小枝という商品名もそういうことか。1972年には栗チョコレートが自然シリーズとして発売。栗に見立てたチョコってことね。1973年に白砂花、1974年にはチョコの木。枝、栗、花、一テーマがわかりやすいわね。そんな自然シリーズだが結局小枝以外全滅だぜ。小枝が強すぎるだけかもしれない。時代によって色々変えてるんだぜ。え、そうなの。発売当初はカシューナッツだったが後にアーモンドにした。2012年にはアーモンドに雨がけをしていたし、2014年からの2年はコーンフレークを入れていたんだ。食感と味を大事にしながらも時代の変化と、人々の好みや需要の変化に応じて細かく変えてるのね。それが長年生き残り続けている秘訣ということだろうな。それは絶対にそう。自然シリーズの他が消えたのも復刻されないのも、同じようなコンセプトだからだろう。同じコンセプトの製品は一つでいいってことかもね。七つ目は、タイムクラッカー。クラッカーなのはわかった。全身にあるのがナイスクラッカー。メーカーは森永、誕生したのは1967年だ。この頃は日本でクラッカーはどういう感じだったの？ちょっと珍しかった。というかこれがクラッカー類が、ヒットしたきっかけの一つだな。つまりクラッカー関連の商品のヒット作第1号みたいな感じね。高周波オーブンで焼かれていて口当たりがいいのがポイントだ。そのナイスクラッカーの兄弟がタイムクラッカーなのね。ナイスクラッカーは円形なのに対し、タイムは四角なのが特徴だな。お、四角いクラッカーだ。私四角いクラッカー好き。これら二つは昭和40年代以降に爆発的な売り上げになってな。マーク、レスターが出演していた CM も印象的だったぜ。印象的な CM があると強いよね。八つ目は、チューペットだ。お、チューペットだー、凍らせて食べるやつ。1975年に前田産業が発売したポリエチレン詰め清涼飲料だ。そういう区分なのか。あれって飲料なのね。凍らせて食べるというのが一般的だっただけで、飲料扱いなんだぜ。どうして飲料なの？何か裏があったり？清涼飲料水に物品税が課税されるという、噂が流れてな、駄菓子屋が凍らせて売ったのが始まりだ。そうだったのか。でもそういえばなくなったね。2009年に製造過程上の問題が発生したことで、生産が終了してしまったんだぜ。今あるのは他社が出してる類似品だけってことか。類似品には色々な呼び方があるな。パッキンアイスとかチューチューとかね。9つ目は、UHA 味覚糖のさくらんぼの詩だ。昭和の定番キャンディだな。おお、キャンディ、純然たるキャンディは今回初だね。果汁入りで甘酸っぱいのが特徴だな。1979年発売で遠足のおやつとして人気だった。飴は遠足の定番だよね。長く楽しめていいのよ。シェアもしやすいしな。そしてみんな同じキャンディを買ってくるやつ。これにはクリームソーダ屋のいちごの小道という、シリーズがあったんだがいずれもなくなったな。シリーズすべてなくなったのか。それはかなり残念ね。かなり根強いファンが多くてな。2021年に生産終了の情報が、出た時は大反響だったんだ。みんな別れを惜しんだのね。唯一無二だったからな。確かにサクランボってあまりないかもね。10個目は、ロッテのカプセル。なんだろう、どういうお菓子なのか想像もつかないわね。1975年に発売されたスケックチョコレートだ。中空のプレッツェルにチョコを入れたやつだな。つまりトッポか、同じロッテだし全身なのかな。まあトッポの全身だな。へえ、このタイプのお菓子ってこの頃からあったんだ。当時、中空のプレッツェルを焼く技術は未開発だったんだがな。え、そうなの、じゃあどうやってたのよ。
チョコを入れてからプレッツェルを焼いていたんだぜ。じゃあチョコの風味や味わいも当然その影響を受けるんだね。それはそれでうまかったんだが、ロッテとしては反省点だった。熱を加えない方がチョコのカカオ感やミルク感が活かせるんだ、と。カプセルがあったからこそ着目できたところなのね。それで技術課題が明確になって技術を開発したと。そう、製造ラインを大幅に見直してトッポが生まれたんだぜ。つまりトッポの足がかりになったお菓子で、消えたというよりはトッポとして生まれ変わったって感じなんだね。11個目は、カバヤ食品のビッグワンガムだ。お、今回初のガムだ。ガムもお菓子の定番だよね。これはすごいぜ。なんせプラもきっと付き。プラもきっと付き。って、食玩じゃないのよ。まあ今でこそ簡単なプラモが付いた食玩はあるんだが、当時からしたらすごかった。しかも成功なんだ。成功なのはすごいわね。今は成功なプラモ付き食玩はプレミアム版大行きなのよ。カバヤリーフ時代のビッグリーグガムとニューF1ガム。この二つのコンセプトとニューF1ガムのおまけから、商品コンセプトを引き継いで価格を倍の100円にした商品だ。そしておまけが成功なプラモのキットだったというわけね。グレードアップしたことと同時にパッケージが、大型になったことが名前からも感じ取れるな。なるほど、本当にビッグだったのね。他にもビッグワンは野球関連食玩の BIG に加えて、当時の王貞治の愛称であるビッグワンを合わせたことが由来だ。野球関連食玩としてのカバヤの商品と王貞治が噛み合ったのね。あと、ブラインドじゃなくて買う前から何が入っているかが、わかる親切さも良かったな。ブラインドじゃないのは助かるわね。目当てのが出るまでねだられるということもなさそうだし。後に進化したデラックスビッグワンガム。後年にはニュービッグワンガムも出たんだが、2000年以降は ABS 樹脂成形の一部塗装済み完成品に移行。その後、なくなったというわけね。12個目は、バブリシャスだ。なんかバブリーな響きね。バブリシャスは風船ガムだな。アメリカのガムなんだぜ。おお、アメリカの風船ガム、憧れの一つだよね。野球とかで見るからさ。1977年に立ち上げられたブランドだな。日本でも販売されて1980年代には印象的な CM も放送されてたぜ。どんな CM だったの？ニューヨークの街角らしき場所で外国人の少年3人組が、ガムを噛んでいるところにスタイルのいい女性が通りがかる。その時少年たちが、このくらい、と大きくガムを膨らませるんだ。これは暗喩ですわねー。その後細身の女性が通った際には小さく膨らませてたしな。完全に胸の大きさを形容している。今なら問題になりそうなユニークかつセクシーな CM だ。今は絶対にコンプラアウトですこれ。日本では2016年3月に販売終了になったぜ。でもかなり検討した方では、風船ガム自体が結構厳しいし。13個目は、明治うまか棒だ。おっと、何か似た商品名を知っている気がしますねー。うまか棒は明治が製造販売してたスティックタイプの、ラクトアイスだな。ラクトアイスってなんだっけ？アイスの分類なのはわかるけど、ラクトアイスは重量100分率で乳固形分 3.0% 以上のものだ。アイスクリーム類では一番乳固形分が少ないぜ。その次がアイスミルク、一番多いのがアイスクリームだっけ？そうそう、うまか棒はバニラアイスをチョコナッツで覆ったアイスだな。おお、こういうタイプのアイス好き。ブラックモンブランとか、ブラックモンブランと比べると少しクリスピーさは控えめかもな。あれはあれが強いだけだから。発売当初にはバッテン荒川主演の CM が放送されていて、うまか棒というフレーズがかなり印象的だったな。子供が真似したくなるやつ。携帯を変えながらもシリーズを展開していたが、2019年秋で製造終了したぜ。ちなみに例のあの製品との関連は？ないぜ。まあ会社違うしね。ちなみにほぼ同時期に発売開始したぜ。お菓子業界面白いな。14個目は、明治ポポロン。1976年に明治から発売されたシューチョコだ。お、シュー系のお菓子だ。サクサク食べられて好き。一口サイズの可愛いシューに甘いミルクチョコが入ったやつ。よくプライベートブランドの100円均一菓子で見るタイプ。ポポ、ロン、ロンロンという可愛くポップな音楽が、CM で流れていたのが印象的だな。可愛くて美味しいなんて最高ね。各スーパーやコンビニの PB 商品では類似品が結構あるが、有名菓子メーカー品だとあまり見ないよな。言われてみれば何気に見ないわね。口に入れるとサクサク食感と甘いチョコの2つが楽しめて、かなり美味しかったし楽しいお菓子だった。それも今はもうないのか。お菓子業界大変だな。長い間検討していたが2015年に販売終了になったな。全国に広く流通してたから身近にあるのが当たり前だった。
それだけにショックも大きいわね。プライベート商品でロスを紛らわせるしかないか。というわけで、今回の話はここで終わりだぜ。はい、店舗で見てきたけど本当に色々なお菓子があるんだね。消えたお菓子ばかり語ってるからあれだけど実際は、今もまだ売られ続けているのも含めるとかなりの数になりそう。実際、このくらいの年代に出て今も人気という菓子多いしな。ただなくなったお菓子も人気だけが理由じゃなく、人気がある商品も惜しまれながら生産終了になるのがせちがらいな。本当にせちがらいわ。どれも食べてみたかったなぁ。みんなは今回の話どう思った？よければ、チャンネル登録や評価コメントもしてくれると嬉しいわ。ご視聴ありがとうございました。